はい、本日はクリス・アーノルド選手、近鉄バファローズでございます。こちらの映像は1980年ロッテとのプレーオフ第3戦、西名投手からホームランを、ね、打ったシーンの映像でございます。アーノルド選手はアメリカ出身、1966年プロ入り、そして1971年から76年ジャイアンツで内野のユーティリティプレイヤーとして活躍。273試合で103安打4本塁打2割3分7厘という成績を残されております。アーノルド選手が来日する前の77年、近鉄のセカンドといえばこちら西村選手、30歳なんですけれども、セカンドで116試合、しかしね、打率は2割1分なんですよね。そしてもう一人、34歳のベテラン坂本選手がセカンド50試合で2割8分8厘ということで、まあ、アーノルド選手ね、セカンドを守ってくれればということの、ね、獲得もあったんでしょうね。そしてですね、まあ、ジョーンズ選手に代わりましてね、大砲候補としてこちらリス選手とね、共にね、日本にやってくるわけなんですけれども、こちらのリス選手ね、オープン戦は首位でした。ホームランも6本とね、まあね、期待されたわけなんですけれども、95試合で2割6厘6本目だというね、成績に終わってしまうわけなんですよ。こちらが78年の開幕オーダーになるわけなんですが、リス選手が4番 D、 アーノルド選手は7番セカンドでスタメン出場。そしてアーノルド選手でもユーティリティということもあるわけなんですが、セカンドでは64試合、ファーストで42試合、DH で22試合、外野で2試合とね、まさにユーティリティぶりを発揮。トータル123試合で2割7分4厘、15本塁打、72打点という成績を残されるんですよね。まあちょっと外国人選手としてはね、数字がちょっとというところですね。まあね、令和の今だったらね、結構ね、優秀なね、数字になりますけれどもね。ユーティリティ振りのね、裏には、まあ、セカンドの守備というところもあったんでしょうね。西村選手がセカンド112試合ということでね、まあ、守備固め的なね、起用もね、されていたわけなんですよね。2年目もね、まあ、いかんなくね、ユーティリティぶりを発揮。セカンドで81試合、ファースト44試合、DH4 試合、外野8試合、トータルで116試合で2割8分9厘、17本塁打、65打点とね、打率、ホームランともにね、1年目をね、上回る成績。そしてですね、この年は、ヤクルトからこちら、長尾選手がね、まあ、移籍してまいりまして、セカンドで87試合、3割1分、3本塁打というね、成績を残されるわけなんですよね。そしてですね、まあ、アーノルド選手はですね、まあ、左ピッチャーに対してはね、3割9分1厘、右ピッチャーに対して2割5分7厘ということでね、まあ、左に強いということでね、まあ、長尾選手との、ね、併用という形でのね、セカンドでね、起用されていたりもしていたわけなんですよね。そしてこの年はですね、ヤクルトから移籍しました、マニア選手が、3割2分4厘、37本塁打、94打点でホームランを、途中ね、あのね、デッドボールでね、まあ、離脱なんかもしましたが、まあ、近鉄ね、初優勝をするわけなんですよね、この年は。そして迎えました日本シリーズ第7戦。1点ビハインドの近鉄バファローズ9回、最後の攻撃になるわけなんですが、これね、まずは羽田選手が見事センター前ヒットで出塁するわけですよね。そしてね、当然のようにダイソーにね、スペシャリスト、藤瀬志郎選手が登場。そして迎えるバッターはアーノルド選手でございます。アーノルド選手ね、日本シリーズは15打数1安打とね、ちょっと打ててはいないわけなんでね、ここはね、ノーアウトランナー1塁ということでね、送りバントはないと思うんですよね。あるとしたらね、藤瀬選手の足を生かしエンドランなんていうのもあるんじゃないかなということですね。広島バッテリー、ここは警戒してね、初球ボールからね、入りましたね。私個人的にはエナス投手のね、このサインを覗くね、スタイルというのね、好きなんですけれどもね。そして第2球、これもボールですね。そしてベンチでは西本監督、サインを出しておりますが、アーノルド選手ね、ここはどういう風なね、サインなんですかね。ノーストライクね、ツーボールというカウントですからね、次はね、やっぱり、ね、ストライクということを考えれば、エンドランっていうのをね、まあ、仕掛けやすいカウントにはね、なってきたところですよね。あとね、まあ、勝負には関係ないんですけれども、帽子をかぶって、その上にね、ヘルメットをかぶるというスタイル、まあ、今ではね、なかなか見られないスタイルですよね。そうしたあのバックネット裏のお客さんの数もまあ、多いこと、まあね、普段のね、大阪球場じゃ考えられないですね。そしてここはやはりね、一塁ランナー、藤瀬選手が気になるわけでね、牽制ですよね。さあ、そしてね、ノーストライク、ツーボールから投げた3球目、これはね、ストライクね、来たけどね、アーノルド選手、振りませんでしたね。そして、第4球で、これね、藤瀬選手が盗塁を敢行、見事にね、セカンドを落とし入れ、そしてね、送球がそれる間にね、サードへ進み、なんとノーアウトランナー3塁というね、チャンスが近日訪れるわけ。ここで、ね、西本監督、アーノルド選手ね、なんか直接ね、こう指示をね、出してますね。どういうね、ここね、指示になるんですかね。ここはね、まさかのね、スクイズというサインはね、ないと思うわけなんで、まあ、犠牲フライがね、出れば、まあ、同点になるわけじゃないですか。まあ、当然のようにね、もう、アドバイスというか、まあ
ここは打てという指示だと、ね、思うわけなんですよね。そしてカウントワンストライクスリーボールからエナス投手が投げた5球、これね外れてアーノルド選手ね、フォアボールを選ぶわけですよね。まあこの後ね、まあ、ちょっと割愛させていただきますがね、あの有名なエナスの21球スクイズをね外すわけじゃないですか。そして、ね、見事広島ね日本一にね輝くわけですよね。そしてアーノルド選手はね、こちらの石渡選手ね、先ほどねちょっとスクイズのところでお写真出ておりましたが、まあ、ショートも守っておりましたが、この年はねセカンドも57試合、トータル117試合で2割6分9厘という、ね、成績を残されるわけなんですが、まあ、石渡選手に、ね、変わりまして、まあ、以前動画を上げさせていただいております、こちら福井選手がね、まあ、ショートでね87試合、トータルでも109試合、2割4分9厘12本塁打という、ね、成績を残されるわけなんですよ。あと長尾選手もねセカンドで88試合の出場ということで、アーノルド選手ねこの年はですねセカンド45試合に対してねファースト46試合というのは、まあ、1試合だけなんですけどね、ファーストの方が、ね、多くなりましてね、そして DH も3試合で、まあ、出番も減ってくるわけで、91試合で2割5分2厘11本リーダー37打点という、ね、成績に終わってしまうわけなんですよ。そして2連勝で迎えましたロッテとのプレーオフ第3戦ね、初回に柳田投手が張本勲選手ねバックスクリーンねホームランをね叩き込まれるなどね、まあ、ロッテ打線がねこのゲームをね打ってね、まあ、4回表でなんと1対4とね近鉄ね3点ビハインドの場面、そしてですねここアーノルド選手がロッテ西田時成投手からですね、まあ、反撃とのろしとなりますね、ソロホームランをねまず叩き込むわけなんですよね。そしてですね、まあ、このランナーをね貯めまして、この平野選手がね、まあ、中2日でのね登板になったね西田選手ね、まあ、未だねちょっと考えられない起用ですが、逆転ホームランね打たれてしまうわけなんですよね。このゲームねポンポンポンとねロッテが点を取った時にはね、まあ、このゲームはねロッテの勝ちがね、まあ、私の中では期待されていたわけなんですがね、一度の流れが変わるとね見ての通りねすんごいねもうね点数計算したくないっていうぐらい入ってるわけなんですよね。そしてね柳田投手をね、まあ、リリーフいたしました村田投手がねこれね見事ねその後ね好投するわけなんですよね。そして最後のバッター有藤選手をね打ち取りましてね、近鉄ねパリーグ2連覇を果たすわけでございます。先ほどねお写真だったんでね、ここはね胴上げの、ね、映像をお見せしたいところですね。このシーズンの最後にね、まあ、近鉄を退団いたしましてね、アメリカ球界に復帰、そして引退後はですね日本にねやってくる助っ人外国人のね、まあ、代理人を務められていたわけなんですね。こちらのねタフィー・ローズ選手のね代理人もねされていましたからね、えアーノルド代理人っていうのはちょっとねなんかねパッと見た時にね思い出した記憶がありますね。アーノルド選手日本での3年間の通算成績は330試合で288安打、43本塁打、174打点、打率2割7分4厘という成績を残されております。本日は近鉄バファローズ、クリス・アーノルド選手をお送りいたしました。最後までご視聴いただきありがとうございます。では